ソングバードはかつて開発されていたモジュラや Firefox の HTML レンダリングエンジン月光を採用しザルラナープラットフォームに基づいて構築されたクロスプラットフォームで動作するメディアプレイヤー。ソングバードは Web ブ,ブラウザの機能も持つ iTunes のライバルを目指し GPL ライセンスのフリーソフトウェアオープンソースで開発された2010年4月2日 ソングバード開発者ブログにて、Linux 版のサポート中止を発表し大きな波紋を広げたが、4月5日付の追記では、Linux 版のリリースと積極的な機能追加はないが、Linux 版ソースコードを維持することや自動ビルド、開発者によるバイナリ配布などは中止しないことなどが改めて発表された。一方で、4月6日には Linux 対応を謳って、 ソングバードからフォークしたナイチンゲールプロジェクトも発足している。2013年6月14日、ソングバードは6月28日までに全ての活動を停止し、閉鎖されることが発表された。事業の継続のために必要な資金を調達することが不可能であったことが理由とされる。ウェブブラウザの Firefox と同じように、アドオンをインストールすることでユーザーは、 機能を拡張することができる。ソングバードではメディアプレイヤーによくあるスキン機能のことをフェザーと呼び、ユーザーは好みに応じて様々なフェザーを選択して利用することができる。ユーザーは CSS などを利用してフェザーを開発することもできる。ありがとうございます。